はい、7月5日の16時前になりましたね。追加放送させていただきます。今動いてるチャートの1時間足をずいずいと持ってくるとこういう風になってますけども、実はですね、今朝こういうのを私は撮っております。よいしょ。見てみますよ。9時21分なんですけども、こちらの方に私力点を引いてましてですね、で、プラスこちら107円の860にちょっとだけ、エントリーポイントを設けてたんですよ。もう意味はお分かりですよね。こういう風に重なったところに、この陽線が被ったから、こっから大きく上に伸びるんではないかなという風に朝9時21分に、考えたところがあるんですよね。朝の相場解説が6時ぐらいだったんで、その後にこれを見たんですよ。その時追加放送すいません、できなかったんですけども、今更追加放送していきます。ではこれがね、今どうなったかというところなんですけども、1時間足を見てみますよ。現在の1時間足、はい、どういう風になってるかと言いますと、こちらですよね。だからね、包み足なんですよね。ここに包み足が出ていて、ここと力点が重なるんで、こちらがエントリーするポイントになるよってことなんですよ。これ見にくかったら15分足をちょっと見てみようかと思うんですけども、15分足ははっきりと分かりやすいんですよ。まずはここ、ほらね、包み足なんですよ。で、サンバガラスが出てるでしょ、こういうふうにダダダッと。でこっから大きく下落している。だから売りのきっかけになったのがここなんですよね。でずーっと上がってきた時に、やっぱりここがね、抵抗になって上がりきれないわけですよ。こっからここまで来たのに、ここ突き破れなかったんですよ。でもう一回来て、突き破った時、ここですね、エントリーするところ、ここ、一回ひげを出して大きく下がるんですけども、ひげを出して下がるんだけども、このね、ゾーンに当たって大きく上に触れてるじゃないですか。この瞬間に入るわけですよ。まあ、そうすると107円の942までしっかりと取れると、入るのがですね、107円の855あたりなんですよ。855あたり、まあ、そうするとまあね、10ピップスほどは取れてるかなってことですよね。ただまあ、これをね、これを狙っていきましょうって言うんじゃないんですよ。この上昇を意識して、私も当然エントリーしてませんから、予測をしているってところなんですよ。こうなるんではなかろうかということですよね。こういうふうに見れることが大事なんではないかなと思いますよね。ですから確かにヘッド&ショルダー意識するところなんですよ。これはヘッド&ショルダーを意識して、こっちが、こっちの肩が来て、肩がね、こういうふうに来て、こっちに頭が来て、もう一本肩が出てみたいなところ意識するんですけども、そうならずにこういうふうに上がっていってる、まあスラストしてるわけですよね。そうなるっていうことは、ここを抜けやすくなってるんで、上昇が確認できるかなってことですね。じゃあこの後なんですけども、ここがものすごく大きな売りのきっかけになってるわけですよね。そうするとマークするのはここと、要するにこれがね、上昇していくにしてもここまでなんですよ。こっからは大きな下落が始まって、それこそヘッド&ショルダーが完成するかもしれませんよね。どういうことかっていうと、こんなヘッド&ショルダーなんですよ。こういう風に来て、こういう風に来て、でこんな形の、こんな形のヘッド&ショルダーね。だから当初は右の肩がちっちゃいのかなと思わせておいて、右の肩がちょっとちっちゃいんじゃないかなと思わせておいて、実はそうではなくて、右の肩が最終的には大きいヘッド&ショルダーになるんではないかなっていうふうに、ここまででまとまるわけですよね。まあもちろんそうならないかもしれませんけども、私はそのように見ているってことなんですよ。はい、以上ですね。また追加ができればいいかなと思ってます。